ローマン・ゴンサレスは、ニカラグアのプロボクサー。マナグア出身。元 WBA 世界ミニマム級王者。元 WBA 世界ライトフライ級スーパー王者。元 WBC 世界フライ級王者。元 WBC 世界スーパーフライ級王者。元 WBA 世,世界スーパーフライ級スーパー王者。ニカラグア人初の世界四階級制覇王者。定権事務所属。 チョコラティーとの相性で親しまれている。現在のトレーナーは、ランディカ・バジェロの父であるマルコス・カ・バジェロ。日本では、ロマゴンと略されて表記されることがある。スペイン語では、Z は無声音で発音され、Z の音節にアクセントがあるため、ゴンサーレスのように発音されるが、英音表記のゴンザレスで書かれることもある。クリストファー・ロサレスは上位である。 10歳の時にボクシングを始め、12歳で故郷の英雄、アレクシス・アルゲリョの特別コーチを受けた。アルゲリョの再来とも言われ、特に上下に放つ鋭いアッパーカットは、アルゲリョの指導を受けた賜物と言われる。軽快なボディワークでプレッシャーをかけ、パンチを上下に打ち分ける的確で多彩なコンビネーション技術を持つ。センス、パワーともに優れたハードパンチャーである。 アマチュアの戦績は87戦全勝とされているが、オリンピックや世界選手権や、パンアメリカン競技大会等の主要大会の出場経験はない。2005年7月1日プロデビューを2回小勝ちで飾る。2006年10月6日、9戦目で、ニカラグアライトフライ級王座、並びに WBA フェデセントロライトフライ級、王座獲得。 その後にカラグア王座は一度、WBA フェデセントロ王座は二度の防衛に成功。2007年5月12日、WBA フェデラテンミニマム級王座獲得。王座獲得後、日本の定権プロモーションとマネージメント契約を締結。2007年11月3日、定権事務マネージメント契約選手として、日本のリングに初登場。東京。 高楽園ホールで2度の世界挑戦経験を持つエリベルト・ゲホントノンタイトル戦を行い初回小勝ち。2008年9月15日20戦全勝の戦績を引っ下げての世界初挑戦。パシフィコ・横浜で WBA 世界ミニマム級王者、新井田豊かに WBA 世界ミニマム級1位として挑む。初回から激しい打ち合いとなり迎えた4回。 ゴンサレスの強打により、王者の右まぶたが大きく腫れたところで、ドクターチェックが入り、試合をストップ。ゴンサレスの TKO 勝ちとなり、全勝のまま世界王者となった。2009年2月28日、メキシコアハカでフランシスコロサスと対戦し、12回2から0の判定勝ちで、WBA 世界ミニマム級王座の初防衛に成功した。 この結果についてゴンサレスは、計量後に食べ過ぎて、下痢をしたと話している。2009年7月14日、神戸ワールド記念ホールで、WBA 世界ミニマム級1位で、元 WBC 世界ミニマム級王者、高山勝成と対戦し、12回判定勝ち。その後、3度目の防衛にも成功した。2010年10月、 ライトフライ級での世界挑戦決定に伴い、同月7日付で保持していた WBA 世界ミニマム級王座を返上。2010年10月24日、東京、両国国技館での WBA 世界ライトフライ級暫定王座決定戦に同級1位として出場。ミニマム級王者時代に対戦した WBA 世界ライトフライ級2位のフランシスコロサスと再戦。 当初、この試合はゴンサレスが正規王者のファンカルロスレベコに挑戦する予定だったが、レベコが人造胆石の手術で出場を不可能となったため、ロサスとの暫定王座決定戦に変更となった。試合は、序盤からゴンサレスが自慢の強打で圧倒し、2回にロサスから3度のダウンを奪い、1分38秒小勝ち、無敗で2階級制覇を達成した。 2011年1月、レベコの王座返上に伴い空位となった WBA 世界ライトフライ級正規王座に認定され正規王者になった。2011年3月19日、メキシコプエブラで WBA 世界ライトフライ級9位のマヌエル・バルガスと対戦し、3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。2011年7月16日、 メキシコカンンで WBA 世界ライトフライ級10位のオマール・サラドと対戦し、7回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。2011年10月1日、アメリカ・ラスベガスの MGM グランドナイマーキー、ボールルームで西岡俊明 VS、ラファエル・マルケス戦の前座で WBA 世界ライトフライ級12位のオマール・ソトと対戦。前日計量で外が 体重超過となったため、外が試合に勝っても、王座を獲得できない条件で試合を行ったが、2回小勝ちで3度目の防衛に成功。テレビアステカの解説を務めたフリオセサール・チャベスから、これぞリトル・アルゲリオと絶賛された。これで、デビューから30連勝となった。2012年3月17日、ノンタイトル戦で、マヌエル・ヒメネスと対戦し、初回小勝ちを収めた。 2012年4月28日、アメリカ・カリフォルニア州ポモナで、WBA 世界ライトフライ級10位で、元 WBO 世界ライトフライ級王者ラモン・ガルシアと対戦し、4回小勝ちで4度目の防衛に成功した。2012年10月6日、マナグアのホリデーインマナグアで、スティベン・モンテローサとノンタイトル戦を行い、3回 TKO 勝ちを収めた。 2012年11月17日、カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルススポーツアリーナで、WBA 世界ライトフライ級5位のファンフランシスコエストラーダと対戦し、両者打たれ、強さを証明するようなファイトで12回3から0の判定勝ちで5度目の防衛に成功。その後、11月下旬に WBA からスーパー王座認定された。 2012年12月17日、同月31日に、ゴンサレスのスーパー王座認定に伴う、WBA 世界ライトフライ級王座決定戦が、大阪で元、元 WBA、WBC 世界ミニマム級統一王者で、WBA 世界ライトフライ級2位の意を書かずとと、前 WBA 世界ライトフライ級暫定王者で、同級5位のホセアルフレドロドリゲスとの間で、 行われることにつき、WBA がその勝者とゴンサレスに対戦指令を出したこと、ゴンサレスが、イオカ対ロドリゲス戦の勝者との対戦を望んでいること、機会があれば、イオカと対戦したいと語っていることが報じられた。2013年1月24日、WBA は2月23日までに、ローマン・ゴンサレス対、イオカ・カズト戦が、両者の次戦となるよう交渉し合意するよう、 通達したが、同年2月7日、WBA は、同月18日に最低価格が8万ドルとする、入札を行うと発表した。ファイトマネーの配分は2012年12月6日付の、WBA の文書記載の通り、ゴンサレスが75%、イオカが25%となることが確定した。しかし、入札を3日後に控えた2月15日に、両者の対戦は、 打ち切りり直ししととなり延期することで両陣営が合意した2013年5月25日マナグアのポリデポルティーボエースパーニャでロナルド・バレラとノンタイトル10回戦を行い5回 TKO 勝ちを収めた2013年9月21日マナグアのクラウンプラザ・マナグアでフランシスコ・ロドリゲス・ジュニアとフライ級契約10回戦を 行い、7回1分10秒 TKO 勝ちを収めた。2013年11月10日、両国国技館で、オスカル・ブランケットとフライ級契約10回戦を行い、2回27秒 TKO 勝ちを収めた。2014年1月14日、フライ級に転向し3階級制覇を目指すために、WBA 世界ライトフライ級スーパー王座を返上した。 2014年2月15日、メキシコチアパス州タッパチュラで、フワンカントンと対戦し、6回1分1秒、TKO 勝ちを収めた。2014年4月6日、大田区総合体育館でファンプリ島と対戦し、3回1分20秒、TKO 勝ちを収めた。2014年9月5日、国立代々木第二体育館で、WBC 世界フライ級王者、 八重樫東と指名挑戦者として対戦し、9回2分24秒、TKO 勝ちを収め3回級制覇を達成した。2014年11月22日、横浜国際プールで、同級8位で、アプブフ東洋太平洋フライ級王者のロッキーフエンテスと対戦し、6回2分11秒、TKO 勝ちを収め、初防衛に成功した。2015年2月28日 マナグアのプエルト・サルバドール・アジェンデで、バレンティン・レオンとフライ級契約10回戦を行い、3回2分27秒を、TKO 勝ちを収めた。2015年5月16日、カリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムで、元 WBC 世界、ライトフライ級王者で2位のエドガル・ソーと対戦。2回にサンドダウンを奪い、2分37秒を、TKO 勝ちを収め、 二度目の防衛に成功し、三年振りのアメリカでの試合と HBO のボクシング中継番組、ワールドチャンピオンシップボクシングのデビュー戦を飾った。ゴンザレスが HBO と交わした4試合契約の1試合目だったが、アメリカで軽量級の人気は低く、HBO がフライ級の試合を放送したのは1995年4月22日のダニーロメロ VS。 フランシスコ・テヘドール以来20年ぶりであった。ゴンザレスは20万ドルのファイトマネーを受け取り、試合を中継した、HBO の平均視聴者数は96万人だった。2015年6月9日、WBC はゴンザレスを2015年6月度の優秀選手賞に選出した。2015年10月17日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、 元世界2階級制覇王者で、WBC 世界フライ級2位のブライアン・ビロリアと対戦し、9回2分43秒 TKO 勝ちを、収め3度目の防衛に成功した。2016年3月5日に、ロサンゼルスのオリンピックアウディトリウムで、元 WBA ・ WBO 世界、ライトフライ級スーパー王者の序盤にセグラと対戦予定であったが、条件面で決裂した。 2016年4月23日、ザ・フォーラムで WBC 世界フライ級9位のマック・ウィリアムズ、アローヨと対戦。手数で圧倒したが、アローヨの粘りで判定に持ち込まれ、3から0の判定勝ちを収め、4度目の防衛に成功した。2016年9月10日、ザ・フォーラムで WBC 世界スーパーフライ級王者、カルロス・クアドラスと対戦。 クアドラスのスピードに手を焼く場面もあったが徐々に合わせていき12回3から0の判定勝ちを収め、ニカラグアのボクサーで初の4階級制覇を達成した。ゴンザレスはこの試合で初めて HBO のメインイベントを務めて40万ドルのファイトマネーを稼いだ。試合後に WBC 世界フライ級王座を正式に返上した。二千十七年三月十八日。 マディソンスクエアガーデンで元 WBC 世界スーパーフライ級王者で WBC 世界スーパーフライ級2位のシーサケットソウルンビサイと対戦しプロ初黒星となる12回0から2の判定負けを喫し初防衛に失敗王座から陥落した2017年4月4日 WBC はシーサケットソウルンビサイとローマンゴンサレスに対し再戦指令を出した また、この再戦の勝者には、カルロス・クアドラスとファン・フランシスコ・エストラーダの間で行われる、WBC 世界、スーパーフライ級暫定王座決定戦の勝者との対戦を義務づけた。2017年9月9日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートで行われた、スーパーフライで WBC 世界、スーパーフライ級王者のシーサケットソウルンビサイト6。 ヶ月ぶりにダイレクトリマッチで再戦したが、4回1分18秒小負けを、キッシュ王座帰り先に失敗した。この試合でコンサレスは60万ドル、シーソケットは17万ドルのファイトマネーを稼いだ。2018年5月5日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートで、ゲンナジーゴロフキン VS、バネスマーティロスヤンの前座として、元 WBC 世界。 ライトフライ級王者、ペドロ・ゲバラと対戦する予定だったが、母国の正常不安の影響で、ビザが取得できなくなったため欠場を発表した。2018年9月15日、約1年ぶりの試合を、T モバイルアリーナにて、サウル・アルバレス VS、ゲンラジー・ゴロフキン、第2戦の前座で、モイセス・フェンテスと対戦し、5回 TKO 勝ちを、納め再起に成功した。 この試合でゴンサレスは20万ドル、フェンテスは3万5千ドルのファイトマネーを稼いだ。2018年11月25日、ペドロ・ゲバラと12月8日に対戦することが決まっていたが、トレーニング中に膝を怪我して欠場することが発表され、後日手術を受けた。2019年12月23日、横浜アリーナでフィリピンフライ級12位のディオネル・ディコスに2回2分20秒。 TKO 価値を収め、1年3ヶ月ぶりの復帰戦に勝利した。2020年2月29日、テキサス州ダラス近郊フリスコで WBA 世界、スーパーフライ級王者のカリッドをヤファイに挑戦し、9回29秒、TKO 価値を収め、王座帰りに成功した。3月1日に、WBA 同級スーパー王者に認定された。 2021年3月13日、テキサス州ダラスで WBC 世界スーパーフライ級王者ファン、フランシスコ・エストラーダと王座統一戦を行い、12回1から2の判定負けを喫し、防衛に失敗、王座から陥落した。ありがとうございます。